ちは、朝倉チャンネルの時間です。今日はちょっと珍しくお肉を使ったお料理をしたいと思います。ピッツァヨーラというお料理なんですが、ピッツァって皆さんちょっと聞き覚えあると思うんですが、どういう意味かと言いますと、ピザ風の薄切り肉の、トマト煮なんですね。ピザにはですね、トマトとあとオレガノとニンニクとオリーブオイル塩でおソースを作るんですが、それをお肉でピザ風に作るっていう、ね、薄切り肉を使って、もう本当にあっという間にできます。この作り方も面白いんで見ていただきたいと思います。はい、それではピッツァヨーラ作っていきたいと思います。お肉なんですけど、現地ではイタリアでは子牛とか、牛肉とか使うんですけど、日本だと豚肉の薄切り肉が手軽かと思いますので豚肉でやりますけど、今日は生姜焼きとかやるぐらいの薄さのお肉で、もうちょっと厚めに、切ったものでも構いません。でこの お肉にですね、まず下味を軽く塩をコンチェントを振ってですね、両面に、これは置いといて、ニンニクを粗みじんに切ります。あまりちっちゃくなくていいですよ。ちょっとこれちっちゃいニンニクなんで2かけほど。そうしましたら、イタリアンペサリ最後に使いますので、これは食べる間際がいいと思いますので後で切りたいと思います。でピザ風なんで、このパスタータもしくはおカプモでも構いません。こちらでも見事使っていただいてもいいんですが、もう夏も終わるとやっぱりトマトが今一つ味が変わってきちゃいますので、夏のトマト時期が終わるとこのパスタータとおカポのもの出番がやってくるわけなんです。とっても便利です。で、この今日はパスタータ使いますけど、もうこれはもうほとんど完成されたもう味ですので、もう本当に手間いらずにピッツァヨーラができます。はい、で、お鍋の方、今日は鍋一つだけ、もう手間なしで、私も最初これ見た時に、おったまげましたわ。と思ったんですけど、皆さんもおったまげていただきたいと思います。まず、わら一本ね、オリーブオイルを、2人分想定してますので、ちょっとこう、小さじ1ぐらいのわら一本入れまして、そして、ここにパッサータね、いっぱい入れてもいいし、少なくても構いません。どうやって最後にお皿に盛り付けるかっていうのがイメージしていただいて、ソースたくさん入れてパスタを絡めても美味しいです。で今日は、そこそこの量にしたいんで、こんなもんかね、大さじ6杯ぐらい入れました。ここにオレガノ、そして塩をやっぱりちょっとだけ入れますね。入れまして、はい、こんな感じで、これまさにピザソースなんですよ。これをピザの生地に、生のね、伸ばした生地にこう塗ってチーズ、モッツァレラチーズでバジリコを乗せて焼くとピザマルゲリータができるわけですね。でそれのお肉版なわけです。でこれを私が驚いたのはここからですよ。生肉をまんま入れちゃうわけ。まだこれ火ついてないですよ、鍋。広げてなるべく重ならないように入れてください。こんな感じですね。たくさんお肉入れたいときはもっと大きなフライパンで朝鍋で作ってくださいね。これはですね、蓋がないとできないお料理ですので、必ず蓋付きのお鍋でお作りになってください。そしてこうなりましたら蓋を閉め、そしてこれから今から火をつけます。私からしたらもう驚いて何やってんのと思いましたけども、これでもう火が通ればできちゃう。先ほども言いましたけど、パスタはもう完成された味でそれだけでも美味しいんですよ。
だから火が通ることによって豚肉からの美味しいお肉、おつゆが出て、それが一緒くたになり、美味しいおソースがもうすぐできちゃうわけですね。で、この時点ではだいたい中火でいいかなと思います。はい、中火でですね、沸騰するまで、少しこうクツクツ言ってくるまで、待ちます。ほら、クツクツ言ってきましたね。クツクツ言ってきたらですね、あとこの火ではちょっと強いんで、ちょっと少し弱火にしてあげて、でこれひっくり返します。薄切り肉なんで、もうすぐ火が通っちゃいますよ。あらら。もしお箸で食べたいときは、ちょっとこれじゃ大きいと思いますので、半分に切って、それで同じようにやっていただいてもいいかと思います。出して、で蓋をして、まあ1分程度こう煮れば、もう薄切り肉ですから、完成していると思います。じゃあその間にですね、もうできますので、イタリアンパセリを用意しましょうか。あまり小さく切らないように、少しこう大きいイタリアンパセリだなって分かるぐらいの大きさで構いません。この香りがね、立って、美味しいと思う。香りが美味しさをまた引き出しますね。はい、これで、まあ、すごいいい匂いですね。はい、これ入れるの忘れた。すいません、ニンニクちょっと忘れちゃったんで、今から入れます。最初の時点で入れてください。はい、もういいね。これニンニクがちょっと煮えない感じになっちゃったけど、もうお肉に火が通ってましたので、 できました。ニンニク間違えましたよ、私。今最初のオリーブオイルを入れた時点では入れてくださいませね。お肉の下でございます。3分程度でもう できますね。でこのパセリを散らす、もしくはあれですね、お皿に持ってからパセリでも構いません。で最後にまた上からも風味をつけてオレガノを散らします。はい、ピッツァイオーラ出来上がりました。めちゃめちゃ簡単ですし、一つ補足しますと、パセリを入れる前にお肉が煮えた時点で溶けるチーズをかけて振って、そして蓋をして余熱で温めて中のチーズを溶かして、本当にピザ風に、マルケリタ風にしていただいても美味しいと思います。今日はチーズを入れない仕上げをしてみました。いかがだったでしょうか。薄切り肉で手軽にセコンドピアット、メインの料理にもなりますし、このお肉を取った後に残ったおソースで茹でたペンネとか和えていただいても、お料理2つできちゃいます。とても便利なお料理だと思います。ピッツァイオーラ、ぜひお試しになってみてください。今日も朝倉チャンネルご覧いただきまして本当にありがとうございます。 YouTube 登録のまだの方いらっしゃいましたら、登録のほどお願いいたします。